はい、こんにちは。音楽講師の飯田正樹です。今回の動画はね、いつもとちょっと雰囲気を変えてラジオ風でお届けしたいと思います。で、なんでラジオ風なのかっていうとね、これは、前回の動画でもご報告させていただきましたが、僕のこのね、チャンネルがありがたいことに YouTube のね、チャンネル登録者数が1000人を超えたので、新しいことをね、ちょっと挑戦してみようっていうふうに思ったっていうのと、あとは僕のファンの方や僕の生徒さんに、ありがたいことになんですけど、僕のね、音声コンテンツっていうのは意外と好評で、なんかラジオを聞いてるような感じでいいですとか、なんか声だけでも聞けるんで、移動中もね聞けるからいいしとか、飯田くんのね、あの普通に喋ってる声聞きたいんだよねとか、そういうのでありがたいことに好評なんですよね。だからそれをね、ちょっと YouTube でもやってみようかなって思ったので、今回ちょっとラジオ風でお届けしたいと思います。で、そんなラジオ風の記念すべき第1回目は、曲作り初心者がやってしまいがちな、これをやってしまうといつまでたっても曲が完成しない、やったらダメなこと3選という内容でお届けします。だいぶあれだな、タイトルが長かったけど、まあ、とにかくね、曲作りをやるときね、これをやったらやばいですよっていうこと3選っていうのをお届けします。じゃあ早速やっていこうと思います。まず一つ目、テーマを決めていない、曲のイメージがない、これなんですね。これがどういうことかっていうのを詳しくお話ししていくと、まずね、テーマを決めていないっていうのは、これからさ、こう曲を作ろうって言ってるのに、なんかこう、よし曲作ろうってやって、何も考えないで始めちゃう人って結構多いんですよね。これは僕も一番最初に自分が曲を作った時って、まあ、テーマがどうとか、そういうのって何も考えてなかったので、まあ、陥りがちなことなのはわかるんだけど、でもさ、これからさ、例えば料理を作ろうって言ってんのに、ね、何を作ろうか決めてないって、作りようがないじゃないですか。もちろん、その作り慣れてる人だったらね、じゃあなんか作ろうって適当なもので作れるけど、これからね、初めて作るとか、まだ経験が浅いっていう人って、料理も、じゃあ何作ろうっていうのを決めなかったら作れないよね。で、何かを作るにしても、例えばカレーを作るって言ってもさ、普通の家庭用のね、おうちカレーみたいなのを作るのか、なんか本格的なね、カレーを作るのかっていうの全然違うから、これはイメージっていうところにつながるんですけど、曲作りでいうところのイメージね。その曲のテーマを決めて、じゃあこういうことをテーマにしようっていうのを決めた上で、じゃあどんな感じのイメージ、なんかロックな感じなのか、バラードなのかとか、ね、なんか明るい感じなのか、切ない感じなのかとか、そういうイメージとかテーマっていうのを決めないでさ、曲作ろうってやっちゃう人ってすごく多いです。ただこれはさっきの料理の話にも通ずることなんだけどね、あのまだそういう経験が浅い人がそれをやろうとしてもできるわけないじゃないですか。これは才能がどうとかっていう話じゃなくて、初めてやることだからね、そんなのできるわけないから、必ずテーマを決めるっていうことと、どんな楽曲にしようかっていうイメージっていうのを、まあ最初はなんとなくでもいいから、なんとなくでもいいから、そういうものをちゃんと持ってから楽曲を作るっていうことに取り組んでください。これはね、本当に超大事なことなので、必ず覚えておいてほしいなと思います。じゃあ2つ目いきますね。2つ目は、いきなり完璧を目指そうとするっていうことです。これはね、これはというか、これもだね、これもめちゃめちゃ多いですね。曲をとりあえず作ったんですけど、なんか納得いったものができないとか、あとはなんかどっかで聞いたことのあるようなメロディーな気がするとか、歌詞もありふれた感じがするとかね、そういうことで相談されることっていうのは、僕も普段のレッスンの中でも結構あったし、今までね、見てきた曲作り初心者の方とか、 YouTube でコメントくれた方とかでも、やっぱりそういうことで悩まれてる人はすごく多かったんですよね。で、その気持ちはすごくわかります。わかるけど、これもまた、あの、僕よく料理の話でね、こう曲作りとか音楽のこと例えるんですけど、これも料理で考えてみてもらったらすごく簡単なことなんだけど、いきなりね、今日初めて料理を始めましたとか、なんだろうな、まだ料理ほとんどやったことないですみたいな人が、プロのね、お店の味を家で作りたいけどなんかできないんですって、そりゃそうだよねっていう話じゃないですか。ね、当たり前なんですよ。そんなんできるわけがないし、できちゃったらね、プロはすごい困るっていうかさ、なんかもう
ね、俺たちって何なんだろうってなっちゃうと思うから、それが最初からできるわけがないんですね。これは音楽でも一緒で、いきなりその自分が今まで聴いてきたようなアーティストとかバンドとか自分が好きな曲と比べて自分の曲の方が見劣りする気がするとか、そりゃそうだよねっていう、その人たちだって最初からその素晴らしい名曲作品を作ってきたわけじゃなくて、いろんな曲を作って納得しないな、なんかこれじゃないな、こういう作ってみよう、こういうのやってみようっていうのをやった上で今になってるわけだから、いきなり完璧を目指すっていうのは本当にね、無謀というか無理だから、今そんなことしなくてもいいんですよっていうことをお伝えしたいんですね。で、本当にその気持ちはわかりますよ。自分がせっかく作るんだからちゃんとしたものを作って、気持ちはわかるし、その気持ちは大事なんだけど、それを言い始めるといつまで経っても納得いくものってできないんですよね。だってそういう曲を作り上げたことがないし、そもそもの経験値も少ないわけだし、だからまずは完璧じゃないにしても、これはこの3選の次の話にもつながる話なんだけど、完璧を求めすぎないで、まずは完璧じゃなくてもいいから、まず今自分ができること、今の自分が生み出せるもので最善のものを作るっていうことをやってください。これが今言った、次の話につながるってことなんだけど、3つ目はとりあえずでもいいから曲を完成させないっていうことが挙げられるのね。これどういうことかっていうのは今言った話がそのままなんですけど、ね、曲を完成させない人がすごく多いです。曲作り初心者の人っていうのは、それはやっぱ納得がいかないとか、なんか違う気がするって言って手を止めちゃうんだよね。で、いやこれでもない、あれでもない、ああでもない、こうでもないってやって、結局完成しないまま何段音楽作ることが楽しくなくなってしまうって人はすごく多いんだよね。なんで楽しくなくなっちゃうかって、完成したっていう成功体験を得てないからなんですよ。だから最初は本当に僕が自分で作った曲だって、僕が初めて作った曲とか今聞いたらもうしょうもなって思うんですよ。思うけど、でもそれでもその時自分が作れた曲っていうのはやっぱりね、初めて作れた、あ、自分でも曲って作れるんだっていうことを僕に教えてくれたのはその曲だったので、それからどんどん曲をね、何曲も何十曲も作っていって、まあボツになった曲もあれば、何度もライブでやった曲もあれば、音源化した曲とかもありますけど、それはやっぱり最初にちゃんと一曲完成させたっていう成功体験が自分に自信をくれるんですよね。自信をくれて、あ、俺でも作れるんだ、じゃあ今度こういうの作ってみよう、こういうのも作ってみよう、こんなのもいいなっていうのが、いろいろアイデアが湧いてくるのは一曲完成させられたっていう自信があるからできたっていう風に振り返ってみると思います。で、実際に僕の生徒さんとかでもやっぱしなかなか曲が作れないって言ってる子たちはまだ曲を完成させられてないっていう人が多いので、一曲じゃあやっていこうかっていう形で一緒に一曲アドバイスとかもさせてもらってね、で完成させてってなると、じゃあ次こんな曲作りました、今度こんなのできましたって、ポン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 曲作ってくるようになるんですよ。これ面白いんだけどね。だから本当にまずはとりあえずっていう形でもいいし、それが難しかったらワンコーラス一番だけでもいいので曲をまず完成させる、まあ A メロ B メロサビっていうのが日本の音楽では一番よくあるポピュラーな、曲の展開だと思うけど、そのじゃあ A メロ B メロサビっていうすごくね、ポピュラーな形だけど、その形でワンコーラス作るで完成させるっていうことをまずやってみてください。それをやるとね、本当にね、面白いぐらいに次の曲のアイデアとか、こういうことやってみたい、こういう音楽もやってみたいっていうのが出てくるので、まずはそのね、小さなことかもしれないけど、その小さな成功体験っていうのが自分に自信をくれるので、ぜひぜひやってみてください。本当にこれはね、初心者の人でやってない方はとても多いので、あなたでも必ず曲が作れるので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。それでもやっぱし自分でやって難しいなと思う場合は、僕のね、無料の動画レッスンがあります。で、その動画レッスンの中では僕の動画を見ていただいて、そこにコメントをしていただくと、僕がアドバイスを一つずつね、返させていただいているので、その中でね、曲作りっていうのを学んでいただいて一曲作れるようなものになっています。YouTube の概要欄のとこに登録のリンクが貼ってあるので、ぜひそちらの方から
登録してみてください。それでは今回はね、ラジオ風っていういつもとはちょっと違う形でお届けしましたが、いかがだったでしょうか。もしね、これも結構いいなと思ったら、また高評価ボタン押していただいて、チャンネル登録をまだされてない方はチャンネル登録もしていただいて、曲作りのことでやっぱ質問したいなって思ってくれる方は、今お話しした僕の無料動画レッスンがあるので、そちらの方も登録してみてください。それでは音楽講師の飯田将暉でした。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。したらまたね、バイバーイ。